戦闘思考力というのは前も説明したことあるんですけどももともとはですね ハンター・ハンターという漫画でですね、主人公ゴーンをですね鍛えている時き、15巻にですね、ビスケのセリフであるんですね。敵を観察して分析する力、そして敵を攻略しながらその戦いの手段を考える。それを戦いながら素早く計算して動きながら考える力というのを戦闘思考力というふうにまあビスケを呼んでますで。僕これがすごく面白いなと思ってて、元橋本知事がですね、すごく受け答えがうまいんですね。であの人のこと好きか嫌いかっていうのはいろいろあって、僕も本人と会ったんですけども、やっぱり弁護士さんで。 弁が立つから苦手は苦手手はなんですね僕もただあの人の切り返しの仕方とかやっぱすごい上手いなっ戦闘思考力っていうのが高いなと思ったんですけども多分ですねあの辺の関西の方々の戦闘思考力っていうのはでもともとが島田紳介さんなんですね島田紳介さんが昔は坂東英二さんと2人の番組やった時に説明した時があってですね坂東英二さんにですね島田紳介さんが「何でお前そんなしゃべり上手いんや」と。 でなんでそんな返しがうまいんやという時にいやうちの娘もうまいんだけどもまだまだという話をしたんですねで娘がですねとろくさい答えを返してきたと父親が何か聞いた時にパッと返すんだけども何か切れ味が悪いと。でなんだかなと思ったらあの 気の利いた答えっていうのを思いついた瞬間に返すからダメなんだっていうふうに娘に説教したとで娘に言ったのはその何種類も考えるとで何種類も切り返しの言葉を考えてその中からシチュエーションとかその場の盛り上がりとか自分の立場とかあとでどんなふうにフォローできるかフォローできない一方通行なのか求めてる結果が得られるのかっていうのをパッパッパッと考えて10種類ぐらい考えた答えの中から選んでポンって答えろっていうふうに言ったん、ね、でそういう 選ぶっっってていう,ふうなことをしろうっていうふうに言ったんですよでそれだったら後で返事にミスをしてもフォローしようがあるんだけども必殺の答えを1個だけ読んでもあんまりねどうしようもないと。でただこれでですねいやそんな超人的なことがねできるのかというふうに聞かれる人がいるんですけども島田信介さん確かにそれやってるんですよあの島田信介さんのノートがすごくてですね本当にいろんなことに対応してるこういうふうに返したらよかったっていう反省とかですねもしくはこのまんまこういうふうに 対したらどういう風な展開になったかというその対談で違う展開という別ラストみたいなものを描いているそれがすごかったんだよね岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます、えー、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いしますではではよろしく